今回は110回薬剤師国家試験の12月の勉強スケジュール、過ごし方についてお話ししていきたいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。まず対象者ですね。国試浪人生、現役薬学部6年生、卒業試験の不合格者ですね。こちらが対象となります。利用するための注意点としては、各月の勉強スケジュールは薬剤師国家試験に合格するためのペースメーカー的な立ち位置で活用してください。まず110回薬剤師国家試験までの残り時間ですね。残り2ヶ月間となります。時間で表すと残り1440時間なのですが、実際の残り時間はこの1440時間から睡眠時間とか卒論、卒検、卒業試験、国試勉強以外の時間を引くと大体1日10時間ぐらいですねが、勉強時間の残りとなります。実際の残り時間は600時間ということで、思っているより勉強時間はないということを頭に入れておいてください。それでは勉強スケジュールですね、話していきます。12月の勉強スケジュール ① ですね。薬ゼミ統一模試2の自己評価を行ってください。総得点及び各科目の点数が全国平均、学内平均と比較して合格圏内に入っているのかを確認してください。また各科目の点数から勉強スケジュールを見直してください。ポイントは現役生が目標点数210点、全国平均が 65% 以内ですね。そして国試浪人生は目標点数240点、学内平均が 38% 以内ですね。こちら目標としてください。そして12月の勉強スケジュール ② ですね。現在の状況から具体的に今後行っていく勉強を明確化していきます。まず1つ目、薬ゼミ統一模試2による場合分けですね。もし点数が180点未満だった場合は、全科目の過去問の演習を徹底してください。そして180点以上200点未満の方は、基礎科目の総合点が5割得点できていなかった場合は、基礎科目の時間配分を増やして過去問演習、参考書の読み込みの徹底をしてください。ただし、こちらですね、基礎科目の過去問演習、そして参考書の読み込みについては年内までですね、にしてください。その時間配分を増やす、その勉強方法はですね、国家試験本番まではもちろん勉強を続けるんですけど、年内までにこの基礎科目ですねをまず身につけないといけないんですが、5割までね、その徹底した時間を、多く使う時間に関しては年内までになります。そして基礎科目の総合点が5割得点できていた場合は、全科目の計算問題演習を開始してください。こちらも同様な話で年内までですねになります。200点以上225点未満の場合は、得点できていなかった科目の時間配分を増やして過去問演習、参考書の読み込みの徹底をしてください。そして225点以上の場合は、各科目の評価を行って時間配分を考えてください。満点に近い科目に関しては勉強時間を大幅に削って大丈夫です。各科目ともに足りない勉強を組み込んでいってください。ポイントとしては、基本的に1日3科目ですね。こちらを守っていってください。そして12月の勉強スケジュールの ③ ですね。薬ゼミ統一模試3の目標点数を話していきます。現役生は目標点数は230点、全国平均は 65% 以内ですね。そして国試浪人生は目標点数240点、学内平均が 38% 以内ですね。こちら目標としていってください。最後ですね、12月の過ごし方として、現役薬学部生は卒業試験に合格できる状態に到達しておいてください。もう卒業試験シーズンでもう終わった方ももしかしたらいるかもしれないですが、その今の現時点で卒業試験もう合格決まった人は、もう本番の勉強を重点的にやってほしくて、そして卒業試験まだもうそろそろの方は、もちろん勉強していると思うんですが、合格をまず勝ち取ってください。そして共通の話としては、薬ゼミ統一模試2での全国順位による自身の立ち位置をまず受け止めてください。長時間勉強する習慣をつけていってください。勉強時間が少なくなっていることを自覚してください。体調管理を徹底してください。そして、11月の過ごし方にプラスして基礎科目、計算問題に勉強時間を避けるのは年内までになります。先ほど説明した通りに基礎科目、計算問題については年内までですね、徹底的に、勉強時間を割く時間ですねに関しては年内までになっております。理由としては、点数効率ですねになります。基礎科目の合計点数は1科目25点満点、実践の物理、例えばね物理の実務問題も入れたら25点満点なんですけど、他の科目と比較すると例えば薬理50点満点なので半分なので、すげえ頑張ったとして満点取ったとしても25点なので、まずですね、そこのコストパフォーマンス的に基礎科目については、それほど勉強を割いたとしても点数効率悪いので年内までですねになります。そして計算問題については、基本的に、国家試験で計算問題出題される出題数っていうのは、ある一定の出題数になっているので、そこを確実に、満点近く取れるようにするっていうのは重要なんですが、そこの計算問題を、正解するよりも基本的に、暗記だったりとかの方が点数効率高くなるので、こちらの計算問題についてですねも、年内までになります。あと計算問題解けるようになるまで結構時間が必要になってくるので、その時間を割くんであれば暗記科目に割いた方が点数効率は高いので、もうこの時期なので年内までですね、もし点数取りたいっていう方は年内までに仕上げておいてください。はい、ということでですね、今回は110回薬剤師国家試験の12月の勉強スケジュール、過ごし方についてお話ししてきました。それでは。薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は、無償で運営しているため続けていくためには皆様のご協力が必要です。YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。